古川町商店街は、京都市東山区古川町にある商店街、疎水の流れる白川と三条通りをアーケードで結んでいる。古川町通り三条通りから白川筋までの外区で、長さは200メートルの商店街。古くは、若狭街道で、旅人や商人の往来があった。地温院としての門前市場としても利用され、食料品を中心に、生花、鮮魚、 塩辛などを扱う店が集中していた。鮮魚、生肉、野菜、果物、雑貨、刃物とぎ、出し薬局、麺菓子やカフェ、忍者体験ができるアトラクションなどの店舗がある。ゲストハウスも充実している。若狭街道の終着点であり、古川町通りとされた。誕生については、京都某木市に長い間廃道のまま田畑にされていた若狭街道を、 漢文6年に復旧し古川通りとしたと記されている。江戸から明治にかけて東の西木と呼ばれた。1964年4月法人化。1970年頃アーケードを設置。1996年全店舗でポイントカード事業を実施。2004年ケスの認証を受ける。商店街では初。 白川町の地域活性化のため2016年3月、白川町づくり協議会が発足し、商店街の中心部に事務局が置かれた。区域三条通り、東大寺通り、白川流域で結ぶ三角地帯及びその周辺地域。活動平成28年度の活動、ありがとうございます。